よいしょ。それではですね、今日もまたちょっと半日ぐらい家を空けますが、みんな仲良くお留守番お願いします。お留守番お願いしますよ。はい、パンちゃんもね。はい、このお二人はこんな感じになってますよ。仲がいいね。ぽんちゃん、ちゃんくん、はい、今からしおんくんをキャリーに入れるところなんですが、でもやっぱりちょっと不穏な空気を察したのか、普段いないような場所ですね。これ1階のステップの上にいます。多分これは捕まえようとすると上へ逃げてここへ行くだろうな。ちょっとアンズちゃんごめんね。アンズちゃんもなんか不穏感じてるね。アンズちゃんね、ハンモックちょっと外させてくれる？一度ちょっと見た目に、1階がこういけない感じにしてみました。さあ、じゃあここからですね。しおんくん、しおんくん、あー、そうなるよね。はい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 、はい、難しいね。よいしょ、しおんくん、はい、はい、しおんくん、あいで、はいはい、これは捕まらないね。はい、はい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 、いいよ。はい、しおんくん、しおんくん、しおんくん、はいはいはい、はいはい、はい、暴れないでね。はいはいはい、そのままそのまま、はい、そのままそのまま、はいはい、大丈夫大丈夫、はい、はい、はい、足入れよ、足入れよ、はい、走れよ、はい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 、キャリーケースは先に出すと気が疲れてしまうと思ったので、後からにしました。さて、はい、入ってください。はい、どうぞ。
よいしょ、だいぶ苦労しましたが一旦入ってもらいました。今の騒ぎでですね、あんずちゃんが扉のところをちょっと開けて中を、整えようとした時に飛び出してしまいました。もうあと8分しかないんですが、さあ困った。あんずちゃん、ご飯で来るかな。あんずちゃん頭隠しちゃってるね。あんずちゃんもうさ、頭隠しちゃってお尻はちょっと見えてんだけどね。あんずちゃんおいで。これもあるよ。はい、ああ全然見ない。置きっぱなしで行くか、外出ててもいいことにしようか。うん、もう2分。はい、サンディちゃん、あ、ちょっと顔見えちゃった。はい、どうぞ。怖いね。ダメだね。これ何？あ、うん、洗濯されてた。あ、そこも出てたんだ。アンズちゃん。勝手に自分でハンモックに戻ってるかもしれないね。じゃあ開けていくか。じゃあここ置いとくからね。よいしょ。 あとあれを、ポイちゃん食べた？ジャン君とポンちゃんが心配して駆けつけてくれました。ジャン君ちょっと呼び出してくれる？おいで、おいで、おいで、おいで。はい、じゃん、うん、アンズちゃんおいで。ジャン君が食べちゃったよ。はい、どうぞ。
かな。もう出かける時間なんだ。じゃあしょうがない、置いておきます。それじゃあですね、ジャン君、アンズちゃんが部屋の中に残ります。でケージは開けっぱなしにしときますので、よろしくお願いします。ポンちゃんもお留守番みんなでよろしくね。喧嘩しないようにね、よろしく。